はじめに、学校長の大森真一がご挨拶を申し上げます。皆さん、改めましておはようございます。学校長の大森と申します。本日は誠にお忙しい中、子どもさんのプレテスト、そして皆様にはこの第1回本校の入試説明会にこのようにお集まりいただき、誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。私は実は4年前にこちらの方に非常勤講師で参りました。そして、その1年後に、今から3年前、今3年目なんですけども、学校長を退任しております。で、私は、私立学校をすごくですね、回ってきましたので、ちょっとそこで学んだことを少し皆さんにお伝えして、私立学校ってどんな学校だったのか、また子どもさんってどんなんだというのをちょっと知っていただきたくてあげました。で、私は31年間、白陽高等学校で勤めておりました。そのうち4年間だけ白陵高等学校の岡山白陵が1期生から4期生まで進学成績を上げてほしいということで、実は岡山に4年間行きました。そのうち2年間出校したんですけども、教員がですね、やはりこう子どもたちの進路指導するときに壁になりながら、そして本気に子どもたちがなってくれたら、すごい進学成績を出してくれるということを、この岡山白陵で学びました。そして高砂博に戻ってきてから、いろんな進路指導をやったんですが、特に心に残っているのが、ここに書いてあります、中学校1年生の時にダントツの美人だった生徒がいました。数学もですね、100点満点で平均60何点のところ、彼は8点だったんです。全部の平均点も28点でした。ただ彼はその当時から博陵では基礎英語をやっておりましたので、リスニングだけができたんです。で、彼のそのリスニングのいいところを生かそうで、彼に中学校2年、本当は彼は中1で辞めたいと言われてたんですが、中2の時に、あ、中1の終わりにですね、3学期にリスニングだけ別個に試験を作ってもらいました。そしたら学年で2番になったんです。で、彼は中2にもう一度進むと言ってくれまして、中2になってもやっぱり美人でした。けれど、君はどこに行きたいんだというと、数学はものすごく低かったんです。やはり8点とか10点でした。けれど、彼は理科系に行きたいって言ったんですよ。そこで、リスニングがあって、理科系って皆さんご存知かもわかりませんが、東京大学だけなんです。そこで、君は神戸でも大阪でも京都でもなくて、東京大学に向いてるね、言ったところ、その日の晩にお父さんから電話があって、バカにするなって怒られました。けれど、私は本気でそう思いましたということを伝えて、彼はずっと美人のままでしたけども、東京大学と書き続けました。すると、高校、中学校の3年生からだんだん上がってきまして、高校3年生になりますと白陵で60番ぐらいになりました。でも白陵は30人か40人しか東大通ります。だから60番は常に E 判定でした。けれど、なんと現役で東大 B1 に合格したんです。で、彼になぜあんだけいい判定だったのに君は東京大学を書き続けたんですかって聞いたら、先生、僕は中2の時にお前は東京しか向いてないと言ったじゃないですかって言われたんですよ。私は教員のこの言葉が一番大事なんだなって彼から教わった次第です。そして次に55歳で一応白陵を進路指導部長を退職させてもらったんですが、ひばりが丘学園というところでやっぱり手伝ってほしいと言われて行きました。そこでもここに書きましたように、高校3年生の6月の進研模試の偏差値が39という生徒が、私は生物と教師をやっておりました。だから彼は、先生、僕、こんな魚を家で7種類の水槽に飼ってるんだと、この魚研究したいのはどこがいいですかって聞きに来たんですね。広島大学の先生しかいらっしゃいません。そこで、君はひょっとしたら広島大学に向いてるに違うかなって、オープンスクールも行かせてきました。すると帰ってきてから6月の末です。先生、その広島大学の先生がぜひ僕の大学に来て一緒に研究しようよ、
言ってもらったんだ。大森先生、広島大学に行きたいって言ったんです。偏差値39です。広島大学は偏差値60必要なんですね。で、じゃあ推薦から行こうか。何回も志望理由書を書き直し、そしてやったところ書類選考で通り、そして、実は面接や小論文も通って、12月にはあと共通テストで7割を取ればいい。彼は4割取ったことがない生徒です。けれど、すごいですよね。1ヶ月間本気になって勉強しました。7割取ったんです。そして広島大学に見事合格しました。その後、もう一つびっくりしたのが、4年後にその先生が東京大学に行かれたんです。彼はその後追って大学院で東京大学に合格しました。その生徒に本校に来てもらって喋ってもらったこともあります。子供たちの力って本当はすごいんです。それを私は生徒たちから学びました。そして今こちらの方の校長をしましたけれども、ここでも子供たちの凄さをやはり先生方も一緒になって見つけてあげたいと思って今やってるところです。だからこの学校からも東京大学が出ました。そして今推薦でもいっぱい生徒たちを応援しておりますが、先生方も今どのように生徒たちと接し、どのように一生懸命やっていけば子どもたちがそういう夢を実現するために努力していけるか、先生方が今学びつつ今身につけてもらっているようなところでございます。で、皆さんの子供さん、中学受験を目指しておられると思うんです。受験は子供の人間力を鍛える本当にチャンスです。今、集中力とか自制心を養い、自己管理能力、計画力をつけるのはこのチャンスだと私は思います。そして子供たちがうまくいけば達成感や自信を持つでしょう。残念ながらダメなこともあると思います。けれど、挫折した場合も親御さんの愛情と声かけで必ず子供は蘇ります。そして何よりも大事なのは社会に出た時の体制ができるということです。皆さんがご存知のように、この8月に京都セラミックの創業者である稲盛和夫さんが亡くなりました。でも、あの稲盛さんは2回も受験失敗してるんです。そして就職した時もお金を払ってくれないようなとんでもない工場で勤めていました。そういう挫折の中で彼はあのように人間力を磨き、1兆円の規模の会社、さらには3兆円規模の DDI、KDDI を作り出したんですね。みんなそういう大事業を起こした人は、やはりこの挫折を味わってます。だから子どもさんには私は思います。私立学校の中学校受験大変だと思いますけれども、応援してあげてください。それが子どもさんがこれから社会に出てたくましく生きていくためにものすごく重要なことだと私は思います。で、保護者の皆さんにもちょっと子どもさんにはですね、成績取ってほしいと思うんですけれども、焦りだけはされない方がいいです。子どもの考える力をなくします。また一緒になって親子で勉強を楽しんでみてください。こんなことができないのっていう言葉は致命的です。そして一緒になって子どもさんと入試問題を楽しんでもらったらいいかな。で、2点取ったら褒めあげるけど、そうでなかったら褒めあげないじゃなくて、やはりこう褒め言葉でしてあげてください。で、もしダメな時でも、やはりですね、子どもさんをずっとその努力、結果ではなくて、努力していることを褒めてあげていただければ、子どもは頑張ります。これからの時代ですけども、物資も情報も世界を瞬く間に広がっていき、伝わっていく時代です。だからこそ、子どもさんのこれから就職する時のライバルは世界だと思います。だからこそ、世界に目を向け、必要であれば英語もしゃべれる方がいいでしょう。けれど、もし英語がしゃべれなくても私はいいと思います。世界で英語が通じるのは大体15%です。あとの85%は英語では伝わりません。けれど、全部が全ての人に伝わるのは私2つあると思うんです。それは、1つは謙虚さです。もう1つは誠実さです。
それだけは言葉ではなくて、その人の行動やその人の行いで現れると思います。それを本当に教えてあげるのが我々大人ではないかなと私は思っています。これから ICT やロボットの時代にもなるでしょう。なかなかそう機械は記憶を正確にしていきます。夜でも働いてくれるでしょう。だからこそ機械任せになって考えなくなったりすると人間の思考力、知能は下がっていくと思います。コロナ禍でありますので、個人をものすごく大事にするようになり、これに応じた AI 教材が広まっておりますから、自ら考えて行動する子どもさんとそうでない生徒さんとの間で大きな差がこれからできてくると思います。さらに個人主義が非常に強くなって、社会性や協調性や道徳心が失われる可能性もあると思うんです。だからこそ一番大事なのは、これからはこの自分の頭で物事を感じ変える人間の最も大事な特徴、この考えるということを大切にする必要があるのではないかなと思います。そして子どもさんの時代はこの考えて機械ができないこと、それは新しいものの創造です。この創造して自分で道を開いていく時代、それこそがこれから子どもさんに求められる時代だと思います。ひょっとすると大変な時代だなと思われるかもわかりませんが、そうではありません。一人一人の強みが生きてくる時代になると思います。今までだったら一人で多くのことを学んだ、一人でいろんなことができたけれども、この多様な時代になりますと全てができるわけではありません。だからこそそれぞれが飛び抜けたの自分の強みを持った人がみんなで集まって異質なものを作り上げて、つなぎ合わせて作り上げる、そういう時代だと思います。つまり私はみんなに伝えているのは、自分で自分の道を切り開いていく、このブルドーザーのような生き方をすればいい。だからこそ、たくましくいってほしいですね。そして今もう一つ、本と電子辞書のこともちょっとだけ知っておいていただきたいのでありました。紙で手帳に書くのと、タブレットで手帳を書くので大きな違いがあります。自分でどこにどういうふうに書くか考えますよね。だから紙で、そういうようなスケジュールを作ると脳が発達します。また紙の本と電子の本でも、紙の本の方が多く脳を働かせてくれます。あともう一つですね、語学でも言葉を入力するときは読書がいいです。それを例えば映像でとか言うと、映像で見ていきますけども、読書は文字だけで、その言葉でもって情景を自分で頭で考え、相手のまたは主人公の感情を読み取ろうとします。脳がいっぱい働くんですね。反対に言葉を出すとき、これは、実はこういう、メールでもできますし、ね、また電話でもできるでしょう。メールだったら、メールよりは電話の方がやはり相手の言葉のイントネーションやそんなのを聞いて相手の感情を読み取ろうとしますよね。またそれが対面であれば顔の表情まで分かりますよね。つまりやはり対面が一番頭を使う方法なんです。だからこそこれからの時代、このようなことをしっかりと受け止めて子どもたちを教育していく、それが学校だろうと思います。だからこそ十分な読書と対話を大事にする学校でありたい。これからは逆境がいろいろと訪れるでしょう。その時に体力と精神力、そしていろんな人たちと協調しコミュニケーションを取っていくことだろうと思います。自らの頭で考えていく、そして人は人によって成長していきます。だからこそこうではなくて、学校という集団の中で子どもたちが磨かれていく、そういう環境を絶対に必要だと私は思っています。この学校では教育理念が小学の基礎は哲学にありで、考えることを大事にしておりますし、人間愛にかけた学問は人類に貢献しないとも言って、一人一人を大切にしながら社会貢献できる子どもたちを育成しようとしております。何よりも授業だけではなくて、キャリアフロンティアと呼ばれる一種総合的学習の時間です。
そこでもって授業も考えるを学ぶことを教えていきたい。ちょっとしたら先ほど、見ていただいた中で私が3種類ほどのいろんな実験もやってました。子どもたちにああいうこともですね、見せていきながら考えてもらいたいなと思っております。そうすれば面白い、ワクワクとして、そうすると感動的な学習になると、学びが面白くなってきます。そうすると偏差値だけではなくて、偏差値で測れない積極的な学習の力がついてくるでしょう。それがおのずから進学につながっていくと私は思います。子どもたちが本気になったとき、すごい力を出す。これを信じて今も教育をしております。そして何よりもキャリアフロンティアでいろんな体験を通して創造性、探究性、対話力を身につけております。中学校1年生でも後で、どんなことをやってるか出てきますけども、姫路研究とか中2ではバイオテクノロジー入門などもやっています。今回ですね、私がこの、1人、1つのグループが生分解プラスチックといってね、牛乳からプラスチックを作る、ね、そしてそれは使ってちゃんとアイスクリームで食べて、その後そのスプーンを実は土に埋めるときれいに分解される、まあ、そんなことをですね、実験してくれたり、また中学校の3年生でもこういうような修学旅行や、高校1年生2年生でも最終的な修了研究までやっています。生命倫理講座という、私は生物の教師ですから、本校でまだ医学部医学科が誰も出ていません。できれば、皆さんの子どもさんで、誰か本校で医学部医学科出していきたいなと思ったら来てほしい。岡山白陵、高砂白陵、ひばりが丘学園で、この生命倫理講座をやって、みんな医学部を行ってくれるようになりました。この学校でも、それを最後にしたいなと思っております。実はこんなようなことを、普通微熱や金魚やひよこまでですね、解放して、実は私たちが生かされているということを学んでもらいました。このように、そういうキャリアフロンティアを生かして、それぞれの子どもさんの強みをもとにして、こういう大学に行ってもらいました。東京大学に行った子は、簡単に言えば、コンピュータウイルスの研究をしていた子です。それを生かしてきました。最後に、本校の SP コースと SA コースを作りました。入学した時の成績でもって上位30人が SP、 そして次が SA コースになりますが、年度進行でいくらでも成績と子どもさんの希望で SP に上がることもできれば SA に行くこともできます。 SP は一人一人が自分がリーダーとなって伸びていってもらうために、深い学びをしながらもいろんなものを個人で頑張ってもらう。SA コースは主にグループで頑張ってもらいます。そして自分たちのいいところをみんな出し合って、そして作り上げる。だから定期コースは面白いんですが、 SP コースの方がだいたい15点から20点平均点上です。けれどこのキャリアフロンティアで発表会をすると、 SA コースがみんな上位を取るんです。今回そのように今の中1が頑張ってくれているのを非常に楽しくも思っております。では今から本校の、ものが学校のことについてさらに詳しく、そして入試のことも説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からの説明は以上とさせていただきます。ありがとうございました。続きまして、本校の教育と2023年度中学入試について、中高一貫教育の黒川君次と中高一貫校主任の河村義明が説明いたします。それでは黒川先生、お願いいたします。失礼いたします。皆様おはようございます。中高一貫コースの教頭を務めております黒川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からはまず、本校の教育について、お話の方をさせていただきたいと思います。引き続き、主任の方から、入試について説明をさせていただきます。前のパワーポイント、来週はお手元に、スライド、ハンドアウト資料がありますので、そちらをご覧いただきながら、お話を聞いていただければというふうに思います。さて、本日のまずプレテストの申し込み者数ですが、11月の1回時点で254名だったんですが、本日ですね、最終的な申し込み者は260名です。
現在、受験されているのが、まあ、最近ですね、また再びちょっとコロナの蔓延とかっていうのが、報道されておりますが、20名欠席をられまして、240名の方が、現在、受験されております。多数のご参加どうもありがとうございます。さて、本校ですね、中学生、中学校入学していただきますと、全員が中高一貫コースに所属することになります。こちら、書いてありますように、本校はですね、高等学校から入学する生徒の方が数は多くございます。ただ、高等学校でも高校入学生と同じクラスに中学生、中高一貫コースの生徒になることはありません。基本的に授業は全て別の授業を受けるということになります。また、中学校から高等学校への進学に際しては、改めて一貫コースですので、入学試験を受けていただく必要はございません。いわゆる、敷かれた式に上がっていただくことが、よっぽどのことがない限りはできるというふうにご認識いただければというふうに思っております。さて、本校の中学校の在籍者数です。今年からですね、先ほど学校長申しましたように、90名に定員を増やしまして、現在は220名。男女比見ていただきますと、大体6対4の割合で十分に教学の内容っていうのが保証できております。出身地は姫路が一番多いんですが、加古川もかなりの数の、生徒が通っております。その他は那須の明石、京都神戸からも通っている生徒っていうのもおります。非常に通学圏の広く、学校です。さて、本年度からですね、先ほどから申してますように、今後、合成の方を導入いたしました。従来の一貫コースの流れを組むコースが、こちら一貫SAコースです。教科書を中心に副教材を活用しながら基礎力の充実を図って、さらに発展的な学習へと学びをいざなっていきます。学習習慣の定着を図り、先ほど学校長申し上げましたように、グループで集団で問題の解決に当たる、そういう学習を中心に進めていく。これが南関東公立大をターゲットにした SA コースです。さらに、これの上位コースといたしまして、一貫 SP コースを設けました。定員は30名、最難関の、いわゆる休憩台、その他、医学部等を目指していくようなコースだというふうにご認識いただければというふうに思います。教科書、副教材だけではなくて、生徒の学びをより深める関連教材、いわゆる、投げ込み教材と言われるような教材の数を多く使いながら、発展的な学習に取り組んでいくコースです。また、実験や授業をより多く取り入れ、生徒の興味関心を高め、自主的に学びに向かう姿勢、これを日々育成していっております。まあ、SP コースの子はこのようにですね、全員が実は白衣を持っておりまして、実験等ではこの白衣を身につけて、実験の方を、取り込んでいる姿っていうのが、このあちこちで見られます。そして、この2つのコースなんですけれども、年度ごとに入れ替えができます。SPコースで合格した、でも SP コースに来た、年度ごとに、その年の実力ですと、または外国史、講師はもちろん日々のですね、学び、いわゆる卒業の成績とか等も考慮いたしまして、次年度は SP コースが上がることがある。また SP コースの方からもう一度次年度は基礎力の方からやり直したいという場合には SA コースに下がることができます。このようにして、高校2年生までは、一貫 SA、SP の間で入れ替えが進んでいき、最終的に高校2年生では分離を含めて、その後についてはですね、それぞれコースで大学に向かっていくと、このようなシステムを作っております。さて、本校の教育の特徴です。まずですね、本校は1クラスの定員が30名です。一人一人に目が届く、きめ細やかな教育を展開していっております。さらに、十分な授業時間に加えて、補習や自学自習を活用しながら、より深い学びを通じて、難関国際に合格できる学力っていうのを日々要請していきます。また、キャリアフロンティアというですね、本校独自のプログラムを通じて、本校の教育スローガンだ、考えるを学ぶ、この教育を日々実践しております。そして、このキャリアフロンティアと国際交流プログラム、これを通じて、本当の意味でのグローバル人材の育成を図っている。単に英語はできるだけではなくてですね、国際社会の多様性、これをしっかり踏まえた上で、国際社会に活躍できる人材の育成を図っていけるというような4つの特徴がございます。一つ一つ少し見ていきます。まず、これ、姫の授業の姿なんですけども、一人一人の性格を、名前だけではなくて、単純な教員ですね、中学校の教員、ほぼ、名前だけではなくて、生徒の性格というのをしっかり掴んでいております。それぞれの個性に応じたきめ細かい指導っていうのを展開している。まあ、これが、本校の最大の特徴だというふうに言えるでしょう。
また、このキメポコ会主導なんですが、一クラスをですね、この英会話の授業です。英語は週6時間、公立に比べて 1.5 倍の授業があるんですけれども、そのうちの1時間はクラスに分割し、聞く、話す機会というのを十分に確保しています。まあ、現在、英語の中でも読む技能のうち、この聞く、話す能力をいかに養成していくのかということが大きな課題になっているんですが、このように、30名を1クラス2つに分けて、もう15名程度で聞く話す機会というのをそれぞれネイティブがついて十分に確保しています。また、放課後を中心とした補習の時間、英語中学の補習はこのようですね、クラス3クラスを SDSA 関係なしに習熟度に応じたような形でクラス分けを行い、まあ、基礎反転、そして、標準という形の3つ、それぞれ習熟度に応じた指導というのを行っていきます。また、高校に入りますと、これは、本コースだけではなくて、高校留学生も含めて、ここで大学のランク別の補習と補習の時間にも展開していきます。まあ、このようにですね、きめ細かさっていうのが、単に通常授業だけじゃなくて、より他のところでも徹底しているということをご理解いただければというふうに思っております。さて、本校ですね、これ中学校の国語、数学、英語に限りますと、1.4 倍から 1.6 倍、3年までこれ実にですね、これ中学校さんと比べましたら、約600時間ぐらいの授業時間が差がございます。このですね、十分な授業時間というのを使いまして、まずは、中学校2年から、2年半で、中学校の課程、学びの土台っていうのをしっかり作っています。そして、高校2年生までには、国語、数学、英語を中心に、高2の終わりまでに高校課程を終了し、最後の1年間は、個々の自衛、それぞれの進路に応じた大学入試対策に全力を注いでいっております。このようにですね、最難関、難関国公立大への合格っていう学力をしっかりと6年通じて養成していく。しかし、ただ単に先取りを行うだけではなくて、実はこれら十分な授業時間を使いまして、実験とかアクティブラーニングなどを通じて、より深い学びっていうのを実現しているっていうのも、現在の本校の教育の特徴の一つだというふうに言えると思います。また、この、より深い学びを実現するために、不可欠な、教具っていうのが、これが ICT 教材です。まあ、このようにですね、本校ですね、もうすでに、中学生は全員ですね、ノートパソコン、ないしは、ここ2年間、中学1年生、2年生は、クロームブックを1人1台持っております。で、それらで、それぞれが入力した内容っていうのを、周期にこのようにですね、ホームルーム教室に備えたワイルドプロジェクターの方で共有し、そしてですね、積極的なアクティブラーニングっていうのができている。まあ、これが、現在の、高校での学びの様子です。まあ、このようにですね、設備が十分に整っているっていう点も、高校の、魅力の一つだというふうに思います。さて、こちらですね、高校の、中学生の、標準的な時間割です。まず、東京ですけれども、朝8時15分ぐらいでスクールバスが学校に到着いたします。そこから8時30分ぐらいまで生徒たちっていうのが揃ってまいりまして、朝の学習、そして、日によっては読書を取り組んでいます。その後、ホームルームを挟んで1時間目は9時から始まります。月曜日、火曜日、木曜日は7時間授業がございます。7時間ないしは6時間授業がありまして、その後は補習ないし、理学の時間というふうに取っております。そして、水曜日、金曜日、土曜日のこの放課後はクラブ活動の時間というふうに現在は設定しています。さて、この補習については先ほど少しお話をしましたが、自学のことなんですが、まあ自学と申しますと、生徒が勝手に一周をしていると、そのようなイメージが強いと思いますが、本校の場合ですね、この実は東洋ライフというですね、学習ノート、学習管理、そして、連絡帳を兼ねたですね、ノートっていうのを、教員が、半期に1冊ずつ、手作りで作っております。これを生徒たちに持たせまして、そしてその日、自学が始まる前に計画を立てさせる。その計画は達成できたかどうかを自己評価させる。で、家に帰ってまた家庭学習を行って、十分な家庭学習ができたかっていうのを評価して、このようにですね、担任の教員は、翌日ですね、一つ一つのノートを丁寧に見て、およりこうしたらいいんじゃないかというアドバイスを与えていっています。まあ、このようにして我々は、この自学自習の習慣を身につけさせることによって、中学生内の PDCA の横のサイクルを確立させ、学力の向上を図っています。すなわち、強いところをより強く伸ばし、
自分の強みをより強く伸ばし、弱点をしっかり自分の力で克服できる、このような生徒たちっていうのを実は育成していきます。また日々の授業だけではなくて、この補習などを通じて学力の、ブラッシュアップも図っていきます。先ほど申しましたように放課後の自学と並行いたしまして、英語習学を中心、習熟度ベースに応じた補習を実施し、学力のさらなる進捗を図っております。さらに本年度からですね、実はこの時間により個別指導を徹底して受けたいというお子さんのために、希望者にはこの時間に外部人材の方、外部から、来ていただきまして、その方に、本格学習会という形で個別対応をお願いしていっております。まあ、ここについては、少し、代金をいただいておりますが、1万円かかりません、1つ。塾に行っていただくよりも、はるかに安価な額で、このような形で、より徹底した個別対応、個別指導というのを受けていただく、このようなプログラムを持っております。もちろん、学校の教員は自学の指導の中で質問等も受け付けていくんですけれども、より、この部分というのをこの部分から強化しています。また、長期休業中には、午前14時間の補習、夏休み等でもですね、7月の下旬、そして8月の盆明けからは、午前14時間の、補習というのを展開しております。また、高校1年生では、学習合宿という形で、これは、エスポーツという高校入学生と一緒にですね、高校になってからの大学受験に向けて、しっかりとした家庭学習習慣をもう一度身につけさせるために、学習合宿等も実施しております。まあ、このような成果が現れてきておりますのが、本校の大学合格実績です。1期生、高校時代49名のうち、高校45名のうち、卒業生44名です。すみません。高校時代合格者が16名です。東大、そして名古屋大、大阪大という難関に合格していきました。2期生は、17名が高校時代に合格いたしまして、そして今年3期生ですけれども、52名の、卒業生の中で高校時代合格者は15名です。大阪、神戸、そして九州という難関大にも合格をしていっております。こちらをご覧いただきますと、これは本校のですね、ここ数年、高校入学生の含めての大学合格実績で、今年は59名が、全コースの中で高校時代に合格していっております。まあ、中高一貫コース生の卒業生が出てから飛躍的にこのように合格者が上がっていっている。そしてこの赤い部分が、ここに書いてありますよ。難関大、そして医学部の部分ですけど、この3年間につきましては、1名除いて、ほぼここは、中高一貫コースの生徒が占めていると。まあ、このようにですね、ここは絶対で現在高校時代合格者数も大きく伸びていっております。また、私立大の方ですけれども、こちらご覧いただきました。特にここご注目ください。関西の三冠館とされる関関同率なんですけれども、3期生、今年の卒業生が、実は52名今まで中高一貫コースの卒業生で関関同率合格者がいたんですが、今年だけで38が通っています。こちらありますように関関同率それぞれに合格者を大きく伸ばすことが、本年度できました。こちらも、これもですね、高校入学生も含めた私立大合格者数の推移なんですが、この関関同率の部分は今年大きく伸びているっていうところ、この大部分っていうのが、まあ、中高一貫コース生の実績であるっていうところをご注目いただければというふうに思っております。ただ、これらの生徒がですね、実は入ってきてた段階から高い学力を持っていたとか、決してそういうわけではございません。ここからはスライドだけで表示してあげますので、成績にかかる部分ですので、ちょっと前の方、ご覧いただければと思います。また、今まで学力のお話ばっかりしていきましたが、本校ですね、知得体のバランスの取れた生徒の育成を目指して、クラブ活動とか作法指導に力を入れております。まず、中学校のクラブ活動ですけれども、こちらご覧いただきましたように、高等学校の既存のクラブに参加したり、まあ、顧問の先生の指導のもと、中学校単独でクラブ活動をやっている。これもたくさんあります。どちらかというと、体力づくり、人間関係を学ぶ場としてクラブ活動を現在、週3日間という形で推進していっております。中学校のクラブは、運動部が9部、そして文学部が9部、現在活動しております。少し写真見ていただきます。こちらはですね、まあ、空手道なんですけども、空手部につきましては、今年もですね、夏の男子、全国大会に出場していっております。そしてサッカー部、ダンス部、まあ、いつも、男の子、そして女の子に人気のあるクラブなんですけども、まあ、こちらご覧ください。そしてこちらは文化部です。
書道部、そして右上が、これがですね、吹奏楽部、そして、酒丼部、まあ、それぞれが、特にですね、この上の2つについては、文化祭の時にどのように活動していたのかっていう様子をご覧いただけると思います。また、本校はですね、これ以外にイタリアフロンティアの時間を使いまして、作法指導の方に力を入れていっております。本校の作法指導は、まず一般作法指導、礼に始まり、礼に終わる一般作法指導。さらに、華道、そして茶道、そしてテーブルマナー講習、このようにですね、2つの分かって作法指導を行っております。我々は作法指導、特にですね、この挨拶ということについて、しっかりとやっぱり身につけさせていきたいというのを考えている一番の理由はですね、よく一般作法指導の先生がおっしゃられる言葉です。皆さんに運のいい人になってほしいんです。まあ、将来的に考えていきますと、確かに、しっかり挨拶できる人、気持ちいい挨拶できる人のところに、あの人の仕事頼んでみようっていうふうになるケースが多いっていうのは、ここにおられるお父様方、お母様方、よくご存知です。まあ、このようにですね、我々は、実は一流のマナーを身につけること、これこそが自己実現のための最高の武器になるというふうに考えており、まあ、日々一般作法指導をはじめとした作法指導の方に力をかけていっているということです。さて、いろいろお話をしてきました。ここで、少し映像を見ていただきたいと思います。私の学校生活ということで、中学校3年生の生徒、こちらが、一人、その日の学校生活について紹介してくれています。こちらの映像をご覧ください。こんにちは。これから東洋生の一日を紹介します。私の場合は、毎朝7時20分に家を出て、8時に学校に着きます。私は自転車を利用していますが、スクールバスを利用する生徒もいれば、徒歩で通学する生徒もいます。駐輪場に自転車を置いた後は、教室となる第三校舎へ向かいます。小テストがあるのですが、その前に時間があるので、勉強したり、ロッカーの整理をしたり、思い思いに過ごします。小テストは30分から始まります。主に漢字と数学です。私は数学が少し苦手なので、苦戦します。そして授業は9時から始まります。6限または7限です。授業は学年が上がるとだんだん難しくなっていきます。しかし心配することはございません。先生方が楽しい授業をしてくださいます。4限目まで頑張ると、昼食のお時間です。昼食は食堂ではなく教室です。パーティションボードを設置した状態で静かに食べます。昼食の後には20分間程度の昼休みがあります。自販機で飲み物を購入したり、友達と談笑したりと、楽しい時間です。授業の後には部活動が待っています。私はコンピュータ部に所属して、プログラミングなどしています。ずっとパソコンと向き合っているイメージがあるかもしれませんが、そんなことはございません。楽しい仲間と一緒に活動しています。部活動がない日には自学があります。一人で勉強するのは苦しいことですが、仲間と共に50分間勉強すると非常に楽しいですし、達成感もあります。そして18時になると下校です。これで東洋生の一日は終わりですが、これから学校行事について紹介したいと思います。私たち7期生は少し前に修学旅行に行ったばかりなので、これらの写真が記憶に新しいです。あいにくの曇りでしたが、平和学習の一環でディスカッションをしたり、カヌーをしたりと、楽しい、非常に楽しい時間を過ごしました。また、学校独自の行事ではキャリアフロンティアというものがあります。これは、社会で通用する人間力と、物事の本質を考える力を3年間で鍛えていくものです。人前でプレゼンをしたりと、貴重な体験をすることによって、人間として成長することができます。ぜひ、東洋大学附属姫路中学校に入学して、私たちと共に学び、共に成長していきましょう。待っています。ありました。ただいまですね、一日の生活を見ていただきましたが、その中で、昼食の話が少し出てきたと思います。本校はですね、昼食につきましては、食事指導を兼ねた昼食指導を行っております。
クラスの方の中で、教室の中で、中学生の間はしっかり弁当を食べてもらう。特にですね、ですので、家庭の方でお弁当の準備をお願いしているんですけれども、まあ、当然準備ができないというのがございます。その場合にはですね、食堂の方で450円で、お弁当を購入していただくことができます。当日ですね、お金を支払っていただく必要はございません。翌月ですね、一月まとめて、支払っていただきますので、まあ、このような弁当ですね、非常にバランスの取れたお弁当なんですけれども、こちら準備しておりますので、こちらもご活用いただければと思います。また、中学生専用のスクールバスの方も、朝の登下校の時に、朝、そして会場の登下校の時に利用しております。スクールバスは姫路駅前から7時35分出発しておりまして、こちら中学生専用ですので、高校生は乗車しておりません。途中の停留所等もですね、学校案内、そして、お手元のデータブックの方に書いておりますので、そちらの方で途中からご乗車すること、乗車することもできます。クラスの定員が増えましたので、全員が、乗っていただくっていうことにはないんですけれども、まあ入学していただいて、中学校1年生、2年生の間は確実にこちらスクールバスを利用していただきますので、学校生活にしっかり慣れるまでは、こちら活用してもらって、そして登校していただけたらというふうに思っております。さて、今までいろんなお話をしていきましたが、実は、ですね、今の世界を考えていくときに、まあ、非常に不確定な時代になってきて、最初のですね、世界を表す言葉にこんな言葉を使います。不可ですね。激動、不確実、複雑、曖昧。まあ、それぞれの英単語の頭文字のことを不可と言うんですけれども、まあ、本当にですね、ここのところ物価が急上昇しています。1年前、もう数年間日本の物価って全然上がらなかった。その中で、こういうふうに急速に物価が上がること、誰が予期してたでしょうか。まあ、その一番の原因というのが、ロシアのウクライナの間の戦争が始まったことですが、それをこう予見できた人っていうのはそんなにたくさんいなかったと思います。このように非常に激動し、不確実なこの時代、その中で身につけさせていかなければいけない能力っていうのは、主体的に世の中を決めていく能力、そして他人と一緒に物事を解決していく力、このような力っていうのをより求められる時代になってきていると思います。実際に大学入試もそのように変わってきております。これまでのセンター試験は知識技能だけで十分だったんですが、物事をしっかりと考えて、思考力、判断力、表現力、さらに加えて、二次試験では自分が主体的に物に取り組めているのか、多様な人と共同できるのか、こういった能力までもが要求されてきています。まあ、このような大学入試の基本的なリテラシーがあるとか、そしてですね、次の時代に養成される力を身につけさせていくために、この子が必ず使うプログラムのことがキャリアプログラム、そして国際交流のプログラムです。これらのプログラムを通じて、豊かな人間力を発揮、さらには南蛮国交時代に合格できるリテラシーを我々身につけさせていきたいというふうに考えております。キャリアフロンティアと申しますのは、中学校の間にいろんな取り組みがございます。これらを通じて、興味関心を自分の強みにしていくこと。さらには、国際交流プログラムを通じて、単に語学力を見つけるだけではなくて、多様性であるとか、主体性であるとか、国際社会を生き抜いていかなければいけない国際感度、それを身につけた国際社会で活躍できる人材の育成を図っていきます。まず、キャリアフロンティアの取り組みですが、我々最初、この地域研究から始めていきます。まあ、よくも国際社会で活躍する日本人、一番足りないのは、地元を知らないということだと言われます。ですので、中学1年生入ってきてから、まずは自分が学び、そして実際に居住している生徒のたくさん、この姫路という地域を徹底的に調べさせます。まあ、このように、現地に赴いて、専門家の方の話を聞いて、インタビューを取りながら、実際に自分の学びを深めていく。これが姫路研究で、その手法を使いながら、中2では広島、中3では京都、沖縄、このように地域研究のフィールドを広げていっています。こちらは姫路研究のテーマです、今年の。後ほど一部は映像を見ていただきますけれども、このようにですね、生徒たちが、我々が与えた、例えば姫路の、食べ物といった山さかまを調べたり、姫路おでん、自分たちで主体的にテーマを作っていって、それを徹底的に調べることによって、今日姫路への興味関心というのをどん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 生徒たち高めていってくれています。後ほど発表の様子を見ていただきます。また、まあ、先ほど申しましたように、非常にこの不安定な社会の中で、平和というのをどのように捉えていけばいいのか、
ですか、絶対的に守らなければいけない表があるんですけれども、平和の捉え方というのは実は様々です。我々はまず人類最初の被爆地、広島の方に中2を赴き、中3では沖縄に行き、先ほど生徒も喋ってました。夜に、沖縄の学生であるとか、沖縄に来ている留学生と一緒にディスカッションを行います。その中で沖縄から見た評価、世界から見た評価、自分たちにとっての平和がいかに違って平和は多様なものなのか、その中で我々が守っていくべき平和は何なのかということについてしっかりと考えさせていただきます。また、震災防災学習のここの地域はですね、君、兵庫県の南部にある阪神淡路を経験した地域でもあります。また、現在の日本というのは連日毎年のように大きな災害に見舞われていて、これは震災だけではなくて大雨とかですね、そのような気候変動の中で、まあ、我々の身っていうのをどのように守っていけばいいのか、そして自分の身を守った後、どのように社会に貢献していけばいいのか、自助・共助をしっかり学ぶために、まあ、中2の淡路での震災学習から始め、中3でのボランティアに関するワークショップ、そして高校2年生では、実際に東北の方に赴きまして、東日本大震災の跡地を見ていくだけではなくてですね、こちらありますように、現地の中学生、高校生とディスカッションしながら、防災に関する知識を深めていっています。また、理系分野の探究学習といたしましては、中学2年生では、バイオテクノロジー入門と申しまして、お隣の兵庫県立大学、こちらの実験室等も使わせていただきながら、県立大学校内で実験を重ねていき、まず実験の基礎を身につけていきます。そして、高校1年生では、本校の大学、東洋大学の、バイオナノエレクトロニクス研究センターの方で、このようにですね、現地の、企業の第一線の研究に参加させてもらいまして、課題研究を行うことによって、理系分野での、実験のスキルであるとか、その他、実験での学びというのを深めていっております。実は、これらギャリアフォーキャーの試み、コロナ禍でなかなか現地を向くことはできませんでしたが、その間もこのような形で現地の専門家の方とつなぎながら、オンラインで沖縄や京都やバイオナムの発表会等もこの場で、オンラインで指導を受けながら発表会を聞けたという形で、同じような学びというのを継続していきました。さらに、キャリア学習、いわゆる進路指導を行うのも、この、キャリアフロンティアの時間でありまして、こちら、まず中学1年生では、自分の興味関心のある仕事というのをしっかり見つけていく、未来を考える。で、中学2年生では、保護者の方に来ていただいて、自分の仕事の大変さ、その他、仕事の面白さ、こういったものっていうのをしっかりと考えていただく、親から学ぶ職業。中学3年生以降は、今度は大学の方に来ていただきまして、大学ではどんな学びをしていくのか、そしてですね、理系とか文系とかっていう学びはどういう違いがあるのか、こういったことをお話していただいております。そして中学、高校に入りますと、実は毎年ワンデーユニバーシティという取り組みを行っております。これ7月の上旬ぐらいに行っているんですが、今年はですね、26大学、47の講座を開講いたしまして、まあ、母体である東洋大学以外に近々の京都、大阪、神戸、岡山の医学部、こういったところから先生方に来ていただきまして、毎年生徒たちは、これらの先生方の講座というのは2つずつ受けます。ですから、3年間で6つの講座を受け、そして自分の興味関心を高めていき、自分の進路指導に役立てる。まあ、このような取り組みも、出土指導の一環として行っています。また、国際交流プログラムといたしましては、中学1年生では、まず決まった定型文、これをこちらの映像にありますように、表現力を豊かに発表していく英語暗唱大会。さらに、中学2年生では、母体の東洋大学の方から、留学生であるとか、そして先生方に来ていただいて、この学校の中で、英語しか使えない、そういうルールで、オールイングリッシュデイズというですね、そういう取り組みを行っていて、自分の英語はどれだけ使えるのかっていうことをまずは体感していきます。そして中学3年生では、本校はですね、ちょうど中学校から高校に上がるこの時期を利用しまして、オーストラリア方面に語学研修ホームステイに行っております。こちら見ていただきましたように、まずは、アデレ。こちらはオーストラリアの中でも、香港の姉妹校の都市です。そして、そちらでの文化研修を行うアデレード。そして、こっちのケアンズっていうのは、オーストラリアの中でも比較的北方の方になりまして、赤道に近いということがあります。そこで農業体験をやったり、そして語学研修を行う。
このようにですね、本校のホームステイの特徴は、必ずどちらかのプログラムには全員の方参加していただけるという形で、現在のところ、ホームステイ語学研修を進めていっております。ただ、こちらのホームステイ語学研修、ここ2年間、コロナの影響で行くことはできませんでした。まあ、その間ですね、本校が実は企業と対策しまして、そして開発したのが、こちら、オンライン土地材交流という取り組みです。今年はですね、インドネシアの生徒たちとこのように画面越しに5日間、交流を行っておりました。画面越しですので、自分でしっかりと責任を持って喋らなきゃいけないということで、たった5日ですけど、かなり語学力が伸びていったというのが生徒の感想が上がっていっております。まあ、このような本来国際交流を通じて、できないことっていうか、いけなかったことないのではなくて、今できることっていうのを生徒たちに体験させていっております。また、高校2年生では、カナダにあります、これは東洋大の提携であるんですが、トンプソンリバーズという大学の方で PBA、課題解決型のプログラムを行っております。まあ、カナダというのは、世界の中で最も移民政策が成功している国です。いろんな移民の組み合わせによってカナダという国は成り立っているんですが、その移民政策の最も成功したカナダの方で、カナダの移民政策、そして世界の移民問題、果ては日本の移民問題、これらについて考察をしています。高齢社会っていう日本の課題を解決していくため、労働力不足を養うためには、この意味をどのように活用すればいいのか。このようなことをですね、現地で英語で学び、そして英語で発表していく。このようなプログラムというのも高校2年生で取り入れています。そして、これら、キャリアフロンティア、国際交流プログラムの集大成は、こちら、修了研究です。それぞれの生徒が、自分で、これまで見つけてきた社会課題、このテーマを作りまして、半年から1年かけて、それらの課題っていうのを実験とか、アンケートとか、調査とかを、行うことによって解決していきます。まあ、こちら見ていただきました。これが、ちょうど現在の高校さんです。その子たちが、立てました修了研究のテーマです。安全な水を世界中にどのようにして行き渡ることができるのか。まあ、その他、画像認識技術と人間はどのような関係にあるのか。こういったことっていうのを深めていく研究の中で、ちょっとご注目いただきたいのはこちらです。15番、世界の美しい掃除道具、フラッカクル構造を付やされた地っていう、このテーマなんですけども、実はこの生徒ですね、こちらブロッコリーって、っていうのを食べているときに、実は目の前で、猫が、吐いた。で、それを見たときに、ブロッコリーがすごくドレッシュ絡める。このブロッコリーのこの構造、これフラッカクル構造って言うんですね。シワシワのこの構造を使えば、効率よく、掃除道具を作ることができるじゃないですか。土砂物を水を使わず、紙を使う。まあ、資源の節約になりますよね。そういった新しい掃除道具を作れるのではないかという研究を進めていきます。実はブロッコリーよりもこちらのロマネスコっていう野菜の方がもっとしっかりと絡め取るということを見つけながら新しい掃除道具を開発していったんですけれども、こういう着想というのはですね、実はこの近隣最大の総合学習の発表会であります高難大リサーチフェスタ、ここで昨年度学長賞を受賞しています。もう学長賞というのは実用の優勝ということけども、まあ、このようにですね、香港のキャリアフロンティアの取り組みというのがですね、少しずつですけども、大きな成果というのを結びつけている。そして、ここで学んだ、この情報収集力、情報編集をする力、そしてですね、様々な方法でパワーポイントを使ったり、ポスターで発表したり、レポートを書いたり、このような情報発信をする力を身につけていって、これらの力を使い、実は香港の生徒は、単に大学入試、一般入試で合格するのではなくて、ここで培った自分の興味関心を生かしていくことで、学校推薦型であるとか、総合選抜型、これだけの大学に合格してきています。先ほど申しました、東京大学の生徒というのもですね、自分の学力以上の力というのを、この推薦入試で発揮することによって、東大に合格することができております。まあ、このようにですね、東洋大学附属姫路中学校というのはですね、中学校、高等学校は、このキャリアフロンティアの取り組みを通じてですね、大きな成果を上げていっているということをご理解いただければと思います。それでは、ここで、キャリアフロンティアの一例といたしまして、姫路研究代表班の発表の方を行わさせていただきたいと思います。ジュネーバー財布について調べた、映像、こちらをご覧ください。私たちの班のテーマは姫路の産業です。
その中で私たちは株式会社オールマイティの水瀬さんに姫川について伺いました。これが今回発表する内容です。たくさんの姫路産業の中で私たちが姫川細工を選んだわけは、どれくらいの人が姫川細工について知っているのか、またどうやったら姫川の良さを伝えることができるのか気になったからです。この発表で私たち4班は姫川について深掘りして魅力を発信したいと思っています。どうか最後までお聞きください。まず姫川細工についてお話をします。姫川細工では一川につき約1トンの水を使って専用の太鼓と呼ばれるドラム型の機械で21日間かけて皮を薄くなめす作業を行っています。できた皮の特徴としていくつか挙げることができます。まず皮は伸ばすと弾力があり柔らかく伸びる向きには方向性があることです。そのため戦国時代には鎧兜や馬具などにも使われていました。今では兵庫県伝統的工芸品にも指定されています。次に皮について紹介をします。姫川の最大の特徴は、菜種油と塩で揉んで白くなめした皮です。この皮をベースに、姫川は大きく分けて2つのなめし方があります。1つ目は、単人なめしと言います。単人という薬品を使ってなめします。この方法でなめされた皮は、しっとりとした質感になり、とても丈夫な皮になります。2つ目は、クロムなめしと言います。クロムという薬品を使ってなめします。この方法で舐めされた皮は、単人舐めしの皮よりも変質や変色が抑えられます。このような姫皮ができるまでの工程をご紹介します。1、毛皮を水洗いし、汚れを取り除きます。2、毛根から毛を抜きます。3、皮にローラーなどでいろいろな堆肥をつけます。4、皮の両面にある傷を見つけます。5、革製品の用途に応じて革の厚みを変えていきます。6、革の柔らかさを調節しながら染色をします。7、染色した水分を取り除くと同時に革を伸ばしていきます。8、硬く乾燥した革をほぐします。9、仕上げやすいようにタイヤの状態にします。10、革の表面を紙でこすり滑らかにします。11、スプレーなどで染色をします。12、美しく整います。このような工程を経て、姫川は作られています。次に、革の染色について説明します。革に色をつけたいときは、ウレタンとアクリルが配合された染料を用います。革に柄をつけるときは、職人さんの手で一色一色筆を使って付けをしています。これも姫川細工の大きな特徴の一つと言えますね。では、姫川細工の歴史についてお話しします。皆さんは姫川細工の元となる革細工がどうやってこの姫路に伝わってきたかご存知でしょうか。約1600年前に革で菜種油と塩でなめす方法が韓国より伝わり、島根、鳥取を経て姫路まで伝わりました。姫路の革職人の人々はこの方法で革をなめすと革が腐らないことに気づきました。そこでこの方法を用いてなめした革が姫革となり現在に伝えられています。しかし現在は技術の発展により機械を使って品質の高い姫革を作っています。水瀬さんに伺ったところ、姫革の魅力は先ほど話した通り、姫革は伸ばすと弾力があり、柔らかく、伸び方に方向性あるだそうです。また、素材として鹿、イノシシ、ヒグマ、牛などのそれぞれの動物によって様々な特徴にも魅力の一つだそうです。では、そんな革を良い状態で保管するためにはどうしているんでしょうか。毛がついたままの毛皮を置いておくと腐ってしまいます。そこで、塩を撒いて塩つぎには塩を抱いて保管しているそうです。オールマイティでは塩にもこだわりを持っており、アゴの甘塩を使っているそうです。では、今から姫川について、いくつかのデータを見てください。
昔の姫川の生産量は姫川という名通り姫路での生産量が全国1位でした。製造工場の数も約400箇所でしたが、今は急激に減少して約10分の1の40箇所になっています。また姫川を購入する年代層は様々ですが、最も多いのは50代から60代の人だそうです。姫川を販売しているところは主に2箇所あります。一つは市内のデパートで月に数千人の人が、もう一つは市内のセレクトショップで月に20人から50人の人が訪れているそうです。できれば市内の販売店に行ってみてください。では今回のまとめをします。姫川細工は1600年前に伝わってきた革細工が姫路独自の方法に発展し、今もその文化が伝えられていることが分かりました。しかし姫川細工を使う場面が減り、その機会が薄れつつあることも分かりました。今回オールマイティの水瀬さんの話を聞き、いい姫川を作ることだけでなく、その文化を次へ伝えていく熱い思いを感じました。メーカーに携わる人がだんだん少なくなっていく中で、諦めずに頑張り続けている水瀬さんを見習い、勉強や部活などの学校生活にも頑張っていきたいと思います。最後に参考文献です。これで4班の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ご覧いただきましたように、入学してですね、5ヶ月ぐらいで、このくらいの発表までができるように生徒たちは成長していっております。東洋大学附属姫路中学校、これもお話させていただきましたように、中高一貫教育の大学進学だけではなくて、その先の成功を見せた教育の方を展開していっております。本校ですね、中学校の選択肢の一つできましたら、本校を第一志望に選んでいただきましたら幸いでございます。どうも、私の説明以上です。ありがとうございました。皆さん、おはようございます。おはようございます。一貫コース主任の河村と申します。よろしくお願いします。それでは、前のスライドをご覧ください。まずですね、入試の出願に関してですが、すべてウェブ出願となっております。入学金の方も、このシステムでお支払いいただけます。はい、そして出願期間となりますが、12月の12日月曜日より出願が可能となっております。前期の日程は2023年の1月13日金曜日、中期は1月14日土曜日、後期は1月16日月曜日までの期間となっております。はい、入学試験の日程で、ありますけれども、前期はですね、会場が本校、東洋大学附属姫路中学校で、2023年の1月14日土曜日、9時半のスタートとなっております。中期日程は同じ日になりますけれども、16時30分より、会場がですね、姫路駅前にあります大原学園姫路校、そして、加古川の JR 加古川駅の駅前の加古川商工会議所をお借りしてですね、試験を行います。16時30分開始ということです。そして後期、地場産ビル、これも姫路の駅前になりますけれども、1月16日月曜日10時半からの開始となります。はい、そして募集人員です。一貫 SP コースですね。前期で15名、中期で10名、後期で5名、という形で考えております。一貫 SA コースは前期、中期合わせて50名、後期で10名という形で考えております。ここですね。ご注意いただきたいのは、出願はですね、コースごとではありません。説明の中でもありましたけれども、各日程の受験者の成績上位の方からですね、SP コースの合格者というのを決定して、続いて SA コースの合格者を決定するという形になりますので、ご注意ください。
はい、出題教科はですね、本日もプレテストやっておりますけれども、前期がですね、国語、算数、理科ということで、今日のテストはこの科目と同じになっております。で、国語は60分で120点満点、算数は50分で100点満点、理科が40分で80点満点となります。これが前期の試験です。で、中期と後期はですね、国語60分の120点満点、算数50分の100点満点のテストを行います。はい。そしてですね、受験に際しまして、加点が あります。英検の取得級によってですね、このような加点を行っております。英検の2級以上ですと、前期は30点、テストの点に加えて合格判定を行います。英検の準2級ですと20点、3級ですと10点というような形で、それぞれの日程で、加点を行って合格の判断を行います。そしてまた複数回、受験をいただく方への加点もございます。前期、中期、このですね、両方の受験をされた方には、前期入試で10点、中期入試で5点を加点して合格判定を行います。前期または中期、どちらかですね、を受験された方で、後期入試を受験される場合には、5点を加点するという形になります。ご注意いただきたいのは、この一番下のところです。出願のみで、試験を欠席した場合には、加点の対象とはなりませんので、ご注意ください。はい、合格発表になります。前期と中期はですね、1月15日日曜日16時頃に、ウェブ出願システムですね、そこのところの、ところで合格発表を行いますので、お知り置きください。後期1月16日月曜日18時頃、これもウェブシステムで合否発表を行います。はい。そしてですね、ステップアップテストというのを行います。これは何かと申しますと、前期、中期で一貫 SA コースに合格された方のうち、SP コースへの入学を希望される方、対象のテストという形になります。まあ、どうしてもですね、SP コースで始めたいということで、チャレンジをしていただけるテストとなっております。後期入試と同日同時間で実施いたします。受験料は無料となっております。ということで、実際にですね、中期、前期中期で、ね、SP コースに合格はならなかった。でもチャレンジしたいという方は、こちらを受けていただいたら、と思っております。はい。そして、入学の手続きです。前期中期が1月16日月曜日の12時、後期が1月17日火曜日の15時ということになります。入学金の納入手続きを、ここの時間までに完了していただくということになりますので、ご注意ください。はい。そしてですね、入学試験の追試験の日程になります。この試験はですね、前期、中期、後期に出願されて、試験、入学試験の当日に 37.5 度以上の発熱、またはコロナのウイルスの感染の疑いがある方に限り、受験できますということになります。出願された日程と同じ教科を受験していただきます。そのための追試験の日程が、1月の28日土曜日9時30分より本校で行います。詳細はですね、該当の方に連絡をするということで考えております。まあ、ですので、万が一ですね、ちょっとまあ調子が悪い、ちょっと熱っぽいということで、まあね、このような熱がある場合、等々ですね、無理をせずにこの追試験を受けていただいたらと思います。はい。そしてですね、奨学金制度のご説明です。
前期の入試の成績上位の方2名、および中期の成績上位の方1名を東洋大学附属姫路中学校小学生として入学金20万円を免除し、入学後の1年間の授業料をですね、相当額36万3千円を給付するというものになります。2022年度のその基準点ですね、はこのようになっております。前期がだいたい得点率 88%、 中期で 75.9% ということで、中期の方が少しですね、試験が難しいということもありまして、このような点数になっております。はい、2022年度の入学試験の結果、このような形になっております。この一番下のところですね、合格最低点が出ております。前期のですね、SP コース合格最低点は300点満点中の222点、SA コースは300万点中の176点というふうになっております。大体ですね、7割以上をですね、取っていただいてというような形になりますね。中期後期、中期は少し先ほど申したように、テストが難しくなっております。試験科目もですね、国語と算数ということで、220点満点というふうになっております。はい、そして、それぞれですね、前期、中期、後期の、合格者の平均点はこのようになっております。国語、算数、理科の内訳で、表示しております。大体ですね、見ていただいたらお分かりになるように、前期のところでですね、受けていただいて、しっかり点を取っていただければというふうに考えております。はい、第一志望ですね、前期の試験の時に、第一志望をアンケートで聞いてみました。本校が多いわけですけれども、他にはですね、県立大附属さんとか、岡山白陵さんとか順心さんとかですね、を考えられている方がいらっしゃいました。そして中期ですね、中期の方もこのような形で、先ほどですね、少しテストが難しいですと言いましたけれども、他校さんの志願される方も増えております。はい、そしてですね、入学した方にですね、聞いてみました。やはりですね、本校第一志望が多いんですけれども、県立大さんとか、順心さん、白陵さん、いうような形で、他校が第一志望だった生徒さんもいらっしゃいます。で、ですね、そういった中でですね、入学してどうですかということでアンケートしました。入学してよかったと、思う、そう思うというふうな方がですね、91.2% ということで、非常に高いですね、満足度をいただいております。第一志望の方はもちろんですけれども、そうでなかった方も、多くの方が入学してよかったというふうに感じていただいております。はい、ここでですね、入試の Q&A ということでよくあるご質問です。はい、線眼と偏眼、平眼の区別はありますかという質問ですけれども、区別はしておりませんけれども、前期の入試ですね、ここに定員を多く振り分けておりますので、前期の入試から受けていただく第一志望の方は特にですね、ここを受けていただくことをお勧めいたします。それから、足切り点ですね、いわゆる足切り点はありますかということですけれども、それはありません。総合点での合否判定ということですので、前期ですと国語算数理科の3教科、の点数で300点満点で判定する。中期後期では国語と算数の220点という形になります。そして帰国子女枠はありますかということで、本校では別に設けておりますので、該当されると思われる方はご相談ください。
さらにですね、出願の際の調査書、これは、必要ありませんので、通知表の写しとかも必要ありません。そして、プレテスト、本日のプレテストですけれども、この成績は入試に関係あるのですかということですが、関係はありません。影響はいたしません。後日ですね、送付する成績表とともに、これからの、まあ、学習の目安としてお使いください。本日のテストのデータの返却は、10日後ぐらいにお送りいたします。はい。ということでですね、今日のテストは少し難しくなっておりますけれども、まあ、本番の入試はですね、過去問題、今日お配りして、自由に取ってくださいということでお渡ししていると思うんですけれども、それをまあ参考にしていただいて、本番のですね、入試は、この過去問とね、ほぼ同じような難易度で作っておりますので、そちらをご利用ください。これですか？はい、私の方から入試のご説明でした。ありがとうございました。それでは最後に、中高機関特区教頭の黒川が閉会のご挨拶を申し上げます。失礼いたします。ここまで説明の方を聞いていただきました。ありがとうございました。最後にですね、私の方から、まず今後の、スケジュールについてお話をさせていただきたいと思います。これからのイベントの予定なんですけれども、本日ですね、プレテストを実施しております。で、そのプレテストの結果、先ほど申しましたように、ファンファンの交換申しましたように、10日程度で返却をされます。その後ですね、第2回目の入試説明会、そしてですね、プレテストの報告会という形で、このプレテストの内容の解説の方を各教科の方からさせていただく会を、11月26日の土曜日、この場で設けておりますので、また、ご参加いただければというふうに思っております。もうすでに、申し込みの方、ウェブの方で始めておりますので、またご登録いただけたらというふうに思っております。本日はですね、日曜日ということで、授業の様子を見ていただけないんですが、この日には保護者見学、そして一部授業の様子を見ていただけるようにしております。また、こういう説明会ですね、午前中に行うことが多くございますので、夜にですね、12月9日、これも出願の直前になるんですけども、千葉さんビル、姫路駅前南側の千葉さんビルの方で夕方18時から20時まで、入試に関する個別の相談会というのを設けております。もちろん学校の、学校生活に関する質問等もしていただいたというふうに思いますが、個別相談会も直前に出願迫っておりますので、そのことで困りごと、不安なことございましたら、この時間していただければというふうに思います。こちらもですね、一応、規制の登録の方、現在始めておりますので、またホームページの方をご覧ください。そしてですね、冬休みに入りましてからなんですが、入試直前の学校見学会、そして個別相談会というのを、12月23日金曜日にもともと設けております。ただですね、この日が姫路市内の小学校終業式ということです。追加で12月26日の月曜日にも、直前の学校見学会、個別相談会を設けておりますので、こちらの方に参加いただければというふうに思っています。今後のイベントについて、このようにご紹介させていただきます。東洋大学附属姫路中学校ですね、現在、新たな歩みを始めております。東洋大学附属姫路中学校高等学校の中高一貫コース、本年度30名の定員を実現し、また校正を導入することにより、これまでの歩みをもとにさらなる進化の方を目指しております。ぜひともこの恵まれた環境の中でお互い学び合いながら、お子さん方と一緒に夢を追いかけていきたいというふうに思っております。どうぞ本校の方の、入学について、そして、入試を実現につきまして、どうかよろしくお願いしたいと思います。本日は説明会にご参加いただき、どうもありがとうございました。